おい、ちょっと聞いてくれよ。あのさ、ゾーンっていうアーティストのさ、痛いの飛んでけっていう曲あるじゃん？しかもあの曲の歌詞？あの曲の歌詞さ、あれさ、俺大好きなんだよね。歌詞読む。皆さんどうもはじめまして、私タクロクラッパーのビーストと申します。普段はですね、 YouTube に日本語ラップの、リアクション動画を上げて視聴者数を稼ぐ情報小食をやっております。よろしくお願いいたします。私はですね、音楽の歌詞が好きなんですよね。ほぼ8割ぐらい歌詞を聴いてると言っても過言じゃないぐらい、歌詞がある曲は歌詞を聴きます。歌詞じゃなくて、あのメロディーとかリズムを聴くっていう方もいるっていうのは分かってるんですけども、私は結構歌詞で聴きます。この動画はそんな歌詞を深読みしちゃうちょっぴりお茶目な下等生物が、自分の好きな歌詞を自分なりに考察して皆様に紹介するという動画です。で、少しだけ注意点ですね。この動画はですね、私のあの歌詞考察動画となっております。決してこれが正解だっていうわけではないので、私はこんな感じで思ってるんだよね、うんうんっていう感じの動画だと思ってください。で、2点目なんですけど、愛のあるコメントだとありがたいなと思っております。愛のあるコメントで YouTube のコメント欄が溢れ返るのが私は好きなので、ぜひよろしくお願いします。では早速今日の曲紹介をしたいと思いますね。それはゾーンの痛いの飛んでけ。まあさっきも聞いてたんですけどね、これはね、いい歌詞。この歌詞をね、私なりに解釈するならば、人間にある丸々したいっていうこの漠然としたエネルギーをうまくコントロールするための方法を教えてくれるような曲っていう感じなんですよね。もちろんね、描写的にはなんかちょっとうつ病的な描写とか、ちょっと自分の殻に閉じこもっていくような描写があるから、そういったちょっと絶望的な状況に立たされてる方に寄り添うような曲ではあるんだけど、それとプラスもう一歩、その背中を押すような部分、こうやって生きたらいいんじゃないのみたいなとこまで踏み込んで、エネルギー、この丸々したいっていうエネルギーの使い方にまで教えてくれてる曲だと思うんだよね。そういうとこが俺は大好き。そういったとこもあって、この曲の構成では1バース目、2バース目、3バース目とちょっとなんかね、視点が変わるんですよ、主人公の。そういったとことかもね、ちょっとね解説して、ああなるほど、こいつの言ってることも一理あるなみたいな感じで思ってもらえたらなと思う解説にしていきますね。で、この歌詞をね、ちょっと私なりに解釈した時はちょっと思ったね。ゾーンさ、メッセージを伝えるためにめちゃくちゃ設計こだわって、曲というものを職人のように仕上げてて、制作楽しそうだなって思ったよね。では私の好きなポイント話していきますね。歌詞読む。まず第一にね、まずあのタイトルにもなってるあのフックのフレーズね、痛いの痛いの飛んでいけですよ。大好きなフレーズ。これはね、ゾーンさんがお子さんができたからこそ紡ぎ出せたワードチョイスなんじゃないかなと思うよね。ゾーン・ザ・ダークネスの頃はこの視点であんまり言葉が、こんな優しい言葉出てこなかったんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう。で、早速歌詞の内容に入っていくんですけど、ワンバース目のね、最初の冒頭で出てくる、起きれない朝に眠れない夜、途切れない悩みで失せた気力。ここ、陰全踏みしてんだよね。しかも冒頭に持ってくるっていうインパクト大。大好き。で、起きれない朝に眠れない夜、これだけでもう絶望的な昼夜を表してるから、情景もすごいいいよね。で、この曲の好きなのがさ、曲の構成ね。1バース目、2バース目、3バース目と視点が変わるって言ったんだけど、1バース目の視点はもう絶望的な主観だなと思ったんですよ。こう鬱の時ってさ、こう絶望的な自分の絶対的主観から逃れられなくなるじゃない。歌詞でもね、こんな弱い存在は無価値とか、どうせ混み合ってる命の電話とか、どうせ混み合ってるって言うんですよ。で、気持ちを閉鎖とかですね。この考えの 2,3 手先を読んで全て絶望につなげちゃうような、この閉鎖的なこの思考マインド、これめちゃくちゃわかりませんか？こんなリアルに描いててすごいって思ったよ。で、次に好きなのが、やっぱりあの1バース目の最後の明日死のうが今日の希望ですよね。くさー大好きって感じじゃない？なんとか生きてるみたいな感じのこの描写、このゼロ距離の希望みたいな、これがめちゃくちゃいいよね。もっといい点はあると思うんですけど、そういうのはコメントに書いてくれや。ここまではね、ワンバース目の感想なんですよ。で、何回も言うけど、これバースごとにあの視点が変わるので、ワンバース目の視点をまとめとくと、結構主観的じゃないですか。私が見た外側の世界みたいな、この絶望的なフィルターを通した外側の世界、絶望的主観、2,3 手先を全て絶望に結びつけちゃう的な、圧倒的な主観の、鬱的な状況が主観で描かれてますよね。これを描き切るのがすごすごんご。で、フックでもう一個言うことあって、
ったわ。これ注目して全部聞いてほしいんですけど、1個目2個目3個目のフック全部丸々したいってことで歌詞が違うんですよ。1回目がね、もう消えたいもう消えたいなんですよ。2回目はまた会いたいまた会いたいです。3回目はどう行きたいどう行きたいです。この構成の作り込みがやばくない？これらの全部の共通項はね、歌詞を読み解くために私は必要かなって思ったんだけど、全部〇〇したいっていう want to の欲求になってるってことだと思うんだよね。この want to の欲望、これが結構この曲のテーマとかキーフレーズになってくるんじゃないかなと思いますので、今後解説を聞いていく中でちょっと頭の片隅に置いといていただけると助かります。あ、水うまで、2バス目入ってきますね。2バス目いきなり来て、そっかありがとう、そっかありがとう、はぁ、この入り方さ、マジでさ、構成の魔術師じゃない、ゾーン。なんかこれ入りからして、ゾーンさんにこっち側がなんかモヤモヤしてることを打ち明けた時に返ってくる返事みたいな、そんな会話表現な気がしませんか？だから、1バース目では一人でモヤモヤ悩んでる状況がリリックに出てるんですけど、2バース目ではちょっと打ち明けた後、ゾーンさんに会話してる時、もしくは他者と会話してる時の目線みたいなものが2バース目に描かれてると思うんですよ。すごくない？その会話感を出すための冒頭の、そっか、ありがとう、会話のどこ切っとんじゃいゾーン、すごくない？で、この歌詞をね、解釈する上でめちゃくちゃもうカレーで言うとこのスパイスみたいに後聞きしてるのがね、この2バース目の人生に意味なんてねえかもなっていうとこだと思うんだよね。このスパイスのどういう風に味を醸し出してるかっていうのは後半の解説でまとめて説明しますね。で、2バース目でやっぱり大好きになっちゃうフレーズが、命ってかお前が大切ですよね。もうラブ、歌詞に愛が溢れてない？命を大事にしましょうってフレーズってさ、みんな頑張っていきましょうみたいなさ、命とかみんなとかこういう抽象化されたワードになっちゃうとさ、ワードが形骸化されて俺らに向けて言われてる気がしないじゃない。だから命じゃなくてお前が大事っていうことで、この形骸化したワードの向こうバーンって心掴んでくるよね。このワードチョイスが大好き。で、この2バース目のちょっと最後の葛藤みたいな部分、なんで死んだらダメか、なんて言ったらいいかわかんねやっていうとこ、ここ最後ね、ちょっと長いんだけど、一つだけわがままを言っていいんならまた会おう、ここは大好きジャングル、すごい生い茂り、なんで死んだらダメか、ここはちょっと後でまとめて説明した方がなんかつながりがあってわかりやすいかもしれないんで、ここもちょっと念頭に置いといてください。その後の一つだけわがままを言っていいんならまた会おう、これが大好きなんですよ。俺は何も言わないけどね、死んだとか何も言わないけどね、俺はまた会いたいけどねっていう、この押し付けじゃないこの愛、大好きじゃない、みんなも大好きじゃない、みんな大好きだよこういうフレーズで。1バース目2バース目3バース目と構成に意図がありますので、2バース目の歌詞の解釈ね、ちょっと私なりに考察したいと思いますね。2バース目は1バース目よりちょっと視界が開けた感じがしますよね。1バース目はちょっとさ、絶望的にうー鬱だーって感じの絶対的主観だったじゃん。けど2バース目は冒頭のそっかありがとうによって、こうなんか他者と触れ合う時のちょっと開けた視点というか、そんな感じでね、歌詞が描かれてる気がするんですよね。その歌詞の構成の全てを作り出したのも全部冒頭のそっかありがとう、そっかありがとう、ここがもうマジで2バース目を構成したと言っても過言じゃないから、これ影の功労者、影パンチライン、シャドーパンチラインです。はい、ちょっとうるさいと思いますので3バース目の解説いきたいと思います。まず3バース目、最初の方に吹きすさぶ嵐って入るんですけど、これが入ってる歌詞は理由なく好き。だって吹きすさぶって歌詞に誰もが入れたいでしょ、こんな文語的表現。これゾーンさん入れちゃったんだから、ゾーンさんこれ歌詞に入れた時気持ちかったでしょう。で、3バース目の視点の解釈を先に説明しとくとですね、3バース目の前半は、ゾーンさんのなんか曲を聴いているリスナーに対してのメッセージというか、もしくはこの視点に対するエネルギーの抽象的な説明、人生というものをちょっと抽象的に表現したメッセージ的な役割があると思ってて、で、3バース目の後半は実際に自分の友人に向けたメッセージになってんのよ。これがもうやべえのよ。ただの歌詞で終わらせねえのよ。これも後で全部話しますね。後でまとめて話した方がいいですからね。で、3バース目の途中の解説に戻りますけど、いいことは頑張ってもなく、嫌なことはただ待ってもある。これ好きだね。これは好きだね。言えて妙だね。ただただ最高フレーズですね。で、次。この、それなら死にたいの悲鳴は、それでも生きたいに似ていた。これ最高。これ最高。これ最高。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 
これね、この曲の一番のキーのポイントだと思うんですよね。だからこれもちょっと申し訳ないんですけど、念頭に後で説明するんで、ちょっと鍵引っ掛けといてもらえますか。で、3バース目の後半に入って、Yo、あれからどうって言うんですよ。また会話表現出たで。会話のどこを切り取ってくれば、そこの情景と話者の関係性とかが見えてくるかみたいな、このチョイスがめちゃくちゃ絶妙的なんだよね。ここ切り取ったらこの情景見えるよね、みたいなチョイスがめちゃくちゃ職人芸。素晴らしくない？で、3バース目の後半ね、もう実際の友人に向けたって言ってるんだけど、そこがね、わかるのが、お前は俺の元 DJ っていうとこね。これがね、もうね、マジでヒップホップの歌詞はこれがいいよねって思いますね。ゾンさん、歌詞の中に地元の友達の名前とかネームドロップしますよね。R指定さんとかナメダルマでもやりますけど、トシヤがマリファナ売りつけるとかやりますよね。実名をネームドロップすることでね、あーはーはい、歌詞ね、フィクションねってならないんですよ。実名がネームドロップされたことで、歌詞の世界観と現実が混ざるから、もうね、もうメッセージなんですよね。そうなると。ヒップホップはそれがいい。こういった感じで、歌詞をただの歌詞として、消化させないためにちゃんとリアルなメッセージとしてつなげるためにラッパーたちは多分実名のネームドロップとかを行ってるんだと思うんだよな。俺はそれがスチヒップホップの歌詞で一番スチってまだ続くんですけどごめんね。大好きだからさ、紹介したいのがこのハリのリリックの伏線回収なんですよね。1バース目でハリの止まったままの人生って言うんですけど、3バース目でハリ落とせって言ってハリで伏線回収をするんですよ。このハリはレコードのハリのことだと思うんですけど、こうね、なんか鬱の状態をハリが止まったままの状態って表現してるのがすごくエモくて良くないですか。それでまた欲望、自分が丸々したいって欲望があったら針を落とすみたいな、人生みたいじゃん、人生みたいじゃん、レコードの針で人生例えてますやん。その人生の感じをね、この伏線回収と針の描写だけでギュ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 ッと詰め込んだのがすごく良くないですか。で、いろいろ話してきたんですけど、私が思うね、最終的なこの曲全体のまとめとしてはですね、まず1、2、3とバースでそれぞれの視点が違うんですよ。1バース目が私的にはこうなんか絶望的な主観、一人に閉じこもってる時に出てくるワードチョイスとか視点っていうイメージがあったんですよね。で、2バース目はそっかありがとうでも分かるように、ちょっとなんというか他者と触れ合ってる時のちょっと開けた視点というか。で、3バース目はこの曲を聴いてる、リスナーとあと昔の友人に向けてのゾーンさんのメッセージっていう感じで、ちょっと抽象的な世界を俯瞰で見たようなメッセージ的なフレーズになってると思うんですよね。そんな感じで1、2、3とそれぞれのバースを分解して私なりに解釈してですね、この楽曲を読み解いてみました。で、バースフックバースフックバースフックって構成がなってるんですけど、それぞれのバースでの内容をちょっとフックで抽象化したような、ちょっと章立てのテーマみたいなものを歌ってると思うんですよ。だから1回目のテーマはもう消えたい、もう消えたいなんですよ。主観的に逃げたいっていう感じですね。で、2バース目はまた会いたい、また会いたいなんですよ。誰かに会いたいという欲求、会いたいという欲求が2バース目のテーマなんですよ。で、3バース目のテーマがどう生きたい、どう生きたいです。どう生きたいですよ。ついにメッセージで語りかけてくるんですよ。なので私はね、この曲の〇〇したいってのがこの曲の根底にあるキーワードなのではないかなと思ったわけですよ。この人間的な根源的なエネルギー、〇〇したいという欲求、これをどうコントロールすればいいのか、それについても多分ゾーンさんはこの歌詞の中で解説してくれてんじゃねえかなと思うんですよ。で、それを踏まえた上でね、3バース目のそれなら死にたいの悲鳴はそれでも生きたいに似ていたっていうとこあるじゃん。これの意味が分かってくるよね。死にたいも生きたいもどっちも〇〇したいの want to の欲求なんですよ。どちらも〇〇したいの同じエネルギーだから、死にたいは生きたいに似ていたなんですよ。これがすごくない？このエネルギーの使い方と次第だぜ人生はみたいなことまでゾーンさんは曲で言おうとしてくれてんじゃねえかなと思うんですよね。ラブ感じない？その上で途中のスパイスの話、スパイスの話に戻りますよ。スパイスとして聞いてる、生きることに意味なんてねえかもなってゾーンさんが言うじゃないですか。これがめちゃくちゃ聞いてるなって思うんですよ。ゾーンさん自身もきっと歌詞の中で生きる目的とか生きる使命みたいなものに関してはめっちゃ悩んだと思うんですよ。だってゾーン・ザ・ダークネスの歌詞の中で、働くのが生きるためなら生きるのは何のためって言うじゃないですか。だから生きる目的みたいなものを模索し続けてこじれてしまう人ってのはいると思うんですよ。こじれるっていうと語弊があるんですけど、私もね、生きる目的とかあったらなとか、俺に使命とかあればもっと生きれんのになとか思う時があるんですけど、そんなものはねえかもなとバッサリ一刀両断されるわけですよ。じゃあそうなったらどうやって生きればいいんですかって話なんですけど、そうなった時に大事なのが丸々したいっていう欲求なんですよ。ここまでゾーンさんは考えて設計してると思うんですよね、曲の中で。だってもう消えたいっていうのも、また会いたいも死にたいも生きたいも全部丸々したいの欲望じゃないですか。
もちろん鬱的な人の目線に立ってその人を救ってあげるっていう目的もあると思うんですけど、具体的な解決策というかもう哲学みたいなものを提示した曲っていうのは素晴らしいと思うんですよ。この自分の〇〇したいという欲望、 want to の欲望に気づくことっていうのは、これもう絶望的な主観的な世界にいる人を結構救うのではないかなと思うんですよね。でそのメッセージをちゃんと伝えるためにめちゃくちゃ難しいテーマですよ。曲で人救おうとしてんだから、それがちゃんと順を追って説明できるようにこの構成立てにしてるっていう、職人でしょ、職人でしょ。だからね、ちょっと長くなっちゃったんだけど、私はこの曲はね、この死にたいも生きたいも同じ〇〇したいというエネルギーなんですよ。このエネルギーの使い方次第で人生は開けるぜみたいな、まあそこまでは言ってないですけどね、押し付けがましくは言ってないんですけど、そういったことを曲を聴いてればわかるように設計されたような神曲なのではと思ったんですよ。でね、歌詞とは全然関係ないんですけど、他に好きなポイントとしては、MV がですね、ケンドリック・ラマーの MV のサンプリングっぽい感じになってるらしいんですよ。このわかる人はわかるみたいな設計が、ゾーンは土で、他の大好きポイントもね、やっぱりまた MV になっちゃうんだけど、MV の中で魚とかね、豚のね、死んだ絵がさ、サブリミナル効果として出るじゃん。あれで死を連想してるみたいなとこも芸術的にバッチグーだよね。そんで最後の大好きポイントなんですけど、やっぱり MV の最後でですね、ゾーンさんが口パクでパクパクなんか言ってんですよ、カメラに向かって。これね、多分ね、その元 DJ とか、もしくはその曲を聴いてる誰かに、特定の誰かに向けてのメッセージだと思うんですよね。単なる MV として消化できなくなっちゃうじゃん。何してくれてんだよ、おい。こういう歌詞の中に実名をネームドロップするとか、 MV で特定の誰かに対してメッセージを送るっていう行為をされちゃうとですね、歌詞を歌詞だとして捉えられなくなる。もう現実にあるものの陸続きにある芸術っていう感じになっちゃってさ、最高だよね。最高を演出してくれてありがとうございます。ゾーンさんはさ、あれでしょ、こう音楽的なこの枠組みみたいなものをさ、あえて俯瞰した上でここのフレームワークをいやってひねって芸術に変えちゃうみたいな天才じゃないですか。どんどんやってください。いっぱい気づいていきたいと思います。歌詞読む。いやー、美味しかった。ゾーンさんの痛いの飛んでけの歌詞めちゃくちゃ美味しかったですよね。もっと食べたいですよね。最初に言った通りですね、これは私なりの解釈動画となっておりますので、皆さんも皆さんなりの解釈があると思います。なのでそういった感想とかはですね、ぜひコメント欄の方に愛のある言葉で書いていただけると助かります。よろしくお願いします。まあね、いろんなアーティストとかがね、歌詞ばっか聞くなよ、おい、歌詞にばっか集中すんな、もっとメロディーとかも気にしろとか言うと思うんだけど、俺は歌詞が好きなんだよね。だから俺は歌詞が好きだから俺は歌詞を聞く、うん、だから歌詞を読むように聞こうかなと思って歌詞読むって感じなんだよね。Life is a chin chin birthday.